OK 放送センター、沖縄放送協会は、米国の市政権下にあった沖縄地域に設立された公共放送のための特殊法人。略称は OK。沖縄の放送法に基づき、公共の福祉のために沖縄全域で受信できるように、ラジオ放送及びテレビ放送を行うことを目的として設立された。しかし、実際には、 テレビ一派のみの放送が実施され、ラジオ放送は AMFM とも実施されなかった。1967年10月2日に設立され、1972年5月15日、沖縄の日本返還に伴って日本放送協会に事業を承継し、現在の NHK 沖縄放送局に改祖された。US イコール米国のテレビチャンネル、J a イコール日本のテレビチャンネル、 沖縄は米国の姿政権下にあったため原則として米国のテレビチャンネルが割り当てられていたが1968年以降に開局した3つの局所には本土復帰を見越して日本のテレビチャンネルが割り当てられた沖縄放送協会の歴史を語る上では戦前も含めた歴史の説明が必要であることからこれらを補足説明の形で述べる 1961年10月1日、本土、沖縄、NHK の派通信局開設。沖縄への拠点設置は16年半ぶりとなるが、当時は、米軍制下であったため、復帰まで、海外総支局の扱いであった。1964年4月3日から、本土、沖縄、琉球電信電話校舎西那覇電報電話局内に、NHK 提供番組収録所完成。 1964年9月1日、本土、沖縄、日流間マイクロ波回線正式開通。クリアリングハウスの運用が開始され、NHK、沖縄へ本格的番組提供業務開始。当時は、沖縄テレビ放送と琉球放送でスポンサーをつけて放送されていた。1964年9月15日から、本土、沖縄、NHK。 那覇通信局を廃止し、沖縄総局を設置。1965年5月20日、本土、沖縄、郵政省先島テレビジョン放送局地局調査団、先島地域を対象にサービスエリア、外来電波、所要建設経費等を調査。1965年8月19日から、本土、沖縄、佐藤栄作首相らが沖縄を訪れ、 先島地区テレビ局設置の訴えを聞く。1965年8月28日から、沖縄、琉球政府通商産業局有勢庁、先島テレビ局設立準備委員会要項を制定。1966年3月1日、沖縄、琉球政府通商産業局有勢庁、先島テレビジョン放送局、開始準備委員会要項を制定。 1966年4月2日、沖縄、琉球政府、先島テレビジョン放送局開設に伴う、運営準備審議会設置規則を制定。1966年4月30日、本土、郵政省、沖縄先島地区テレビジョン放送施設建設室、設置規定を制定。1966年5月、本土、郵政省、 沖縄先島地区テレビジョン放送施設建設計画を発表。1966年10月5日から沖縄琉球政府放送制度調査審議解説置規則を制定。1967年7月6日から本土宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の常与に関する法律交付施行。 1967年9月13日から沖縄琉球立法院放送法を可決。1967年9月19日から沖縄放送法交付。1967年9月23日から沖縄沖縄放送協会経営委員会同協会の初代会長にカビラ・アサシンの任命を決定。1967年10月2日。 沖縄、沖縄放送協会、設立登記完了。1967年11月1日、本土、沖縄、先島テレビジョン施設、日本政府から、琉球政府へ上与。1967年11月28日から、沖縄、オケイ、八重山放送局並びに、カビラ、ソナイ、ヨナグニカクテレビジョン中継放送所に免許付与。 1967年12月1日、沖縄、オケイ、宮古放送局に免許付与。1967年12月22日、沖縄、先島テレビジョン施設、琉球政府からオケイへ移管され、オケイ、宮古放送局が、沖縄初の公共放送として、運用開始。1967年12月23日から、沖縄、オケイ、 八重山放送局並びに、カビラ、ソナイ、ヨナグニテレビジョン中継放送省、運用開始。1968年4月25日から、本土、沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付に関する、法律交付、施行。1968年7月25日から、本土、沖縄、 NHK オケーでテレビジョン放送設備の設置及び無償化し付けに関する契約調印。1968年12月15日から沖縄オケーヨ無線中継所が完成。宮古八重山間テレビ放送中継を実施。1968年12月19日から沖縄オ、OK、ケ中央放送局に免許付与。 1968年12月22日、沖縄、オケイ中央放送局、運用開始。同時に、それまでスポンサーをつけて放送されていた、学校放送を除いた、NHK のテレビ番組がオットーブと、RBC から移行される。1969年1月1日、沖縄、オケイ受信料の徴収を開始。1969年4月12日、 沖縄、ok の放送センターとなった、ok 放送会館、全施設完成。1969年10月1日、本土、沖縄、NHK 番組収録所、ok 放送会館へ移設、運用開始。1969年11月28日から、沖縄 OK、ok 泣き人テレビジョン中継放送所に免許付与。 1969年12月1日、沖縄、オケイ、泣き人テレビジョン中継放送所、運用開始。1971年3月31日、沖縄、オケイ、久米島テレビジョン中継放送所に免許付与。1971年4月1日、沖縄、オケイ、久米島テレビジョン中継放送所、運用開始。 1972年5月15日から、本土、沖縄、沖縄本土復帰。OK、NHK 沖縄総局と統合し、NHK 沖縄放送局及び NHK、宮古放送局に改装。日本の放送法の適用により、各放送局等のテレビチャンネル及び、呼び出し符号が変更。ありがとうございます。